歌っていいものかどうか夜8時あんまり大きい声出すと近所迷惑で、でもボソボソ歌っても映えない歌だし、まあいいやどうせうまく歌えないのは分かりきってるから。ヒーロー、ヒーローになるとき、それは今、甲斐バンド。ヒーロー、ヒーローになるとき、あは、それは今。ヒーロー、引き裂かれた夜に、お前を話はしない。生きるってことは、一夜限りのワンナイトショー。矢のように走る。時の狭間で踊ることさ、今夜お前はヒロインも泣かさないよ。この魂のすべてでお前を愛してるさ。銀幕の中の似顔のジェームス・ディンのように、今が過去になる前に俺たち走り出そう。だからヒーロー、ヒーローになるとき、ああそれは今。ヒーロー、引き裂かれた夜にお前を話はしない。人生はいつも路上のカクテルパーティー、一つ踊れば熱い思いも消えてゆく。息が詰まるほどに愛の痛みを感じてくれ。銀幕の中痩せっぽちの俺たちが見えるだろう。今が過去になる前に明日へ走り出そう。だからヒーロー、ヒーローになる時、ああそれは今。ヒーロー、引き裂かれた夜にお前を話はしない。ヒーロー、空はひび割れ。ヒーロー、太陽は燃え尽き。ヒーロー、海は枯れ果てて、月は砕け散っても。ヒーロー、ヒーローになる時、ああそれは今。ヒーロー、引き裂かれた夜にお前を話はしない。ヒーロー、ヒーロー、ヒーロー、ヒーロー。甲斐バンドのヒーロー、ヒーローになるとき、それは今ちょっとあの、高低差がすごいある曲なんで、甲斐義博は音域が広いんだよな。つんざくような高い部分と、低音部分が音域広いんだよ。だから高音部に合わせて一応ヒーローってところ歌いたいんだけど、今夜お前はヒロインって、これもう声かすれちゃって、今夜お前はヒロインもう泣かさないよ。今夜が出ないもん俺の喉の調子もその日によって低音が出やすい時と出にくい時があって、もう少しこうカポ下げた方が良かったかもしれない。まあでもどっちにしろこんなもんだでもたまにはこういうのを、ね、叫んで歌うとすっきりするね、ストレス解消には。出だしだけ気持ちがいいんだよ。ヒーローって言うか、ヒーロー、ヒーローになるとき、ああそれは今。あんまり講釈垂れててもしょうがないんで、これはこれで、とりあえず終わります。また、そうだな、8時半くらいまでは歌えるのかな。まあ、窓閉め切ってるから大丈夫でしょう。もうちょっと歌うので、また次の画像を用意して
一旦これで切りますね。